男性の心がドキドキして落ち着かず、いつも考えてしまう女性にはこんな特徴があるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで、恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。男性が出会ってからすぐに忘れてしまう女性もいれば、強く心に残っている、そしてそれだけではなくてずっとね、その人のことを考えるたびに心ドキドキして落ち着かなくなってしまう、そんな女性もいるんですね。今日は男性の多くが思い出すだけでドキドキしてしまうような女性、心が落ち着かなくなってしまうような女性にはどんな特徴があるのか、その代表的なものですね、6つご紹介をしていこうと思います。実際にね、こうお付き合いが始まってから、この人本当に好きすぎてもう手放したくないぞ、お前は俺のもんだというふうに言いたいような女性っていうのはね、まあこういう女性だというようなお話を、つい先日の動画でご紹介させ上げました。すでにね、こう関係が出来上がってる人の場合はね、こういうお話をご覧になっていただいた方がいいのかもしれません。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先が出てるので合わせてご覧になっていただければいいんだけども、今日はまだね、関係深まっていないんだけど、でもあの人のこと考えるだけでね、すごいドキドキするよね、あの人のこと考えるだけで心追いつかなくなるよねというふうに、まあ、ね、個人差はあるにしても男性の多くがね、そう考えてしまう女性にはこんな特徴があるよねというようなお話です。もちろんここでご紹介差し上げるお話、全てがね、あなたまた彼のケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションの方にお越しいただければ、あなたの状況や環境、心の状態なんかをお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。下の概要欄、説明欄の方にリンクが出てますので、そちらから飛んでいただくか、こちらの方にも同様のリンクが出てますので、こちらの方からね、飛んでいただいて、ご希望の日時等をご入力いただいてお申し込みくださいませ。ということで、今日は男性がね、考えるだけで心落ち着かなくなってしまう女性、どんな女性なんでしょうかという話ですが、6つあります。1つ目はこちらです。はい、最後は必ず決めてくれる方なんですよね。最後は必ず決めるんです。基本的にはね、まあ、女性が決めて女性がリードを握るというのは、このチャンネルの中ではね、いつも申し上げているように、あなたが彼に対してね、週末映画見に行くよっていうふうに決めて話をすると、彼はあ、はいっていうふうに言うし、あなたがお昼はそば食べ行くよっていうふうと、彼はあ、はいっていうふうに言うんでね、まあ基本的にはあなたは決めるでいいんです。ただそればっかりだと、まあ、彼としてもね、面目が立たないというか、あなたに決めてくれてありがたいんだけど、やっぱりでも自分も決めたいよね、自分もリード握りたいよねっていうことが、まあ、思うのは、まあ、男性の差がというかね、まあコミュニケーションなんで、基本的には男の人も決めたいんだが、それでもね、なおかつあなたは決めるんです。例えば彼がね、焼肉食べに行こうぜって言うでしょ。そしたらあなたは、あ、いいよ、焼肉食べに行こうね、あなたが焼肉食べたいって言うんだったら私それに従うよと。ただあそこの焼肉屋じゃなくてこっちの焼肉屋にしてとかね、最後はあなたが必ず一言加えて決めるんです。週末彼がね、まあドライブに行こうよと、海に行こうよって言いましたと。あ、いいよ、海いいね、じゃあその代わりあっちの海にしてね、こっちの、東京湾じゃなくて、まあ、千葉の外房にしてみたいな形で、最後を決めるのはあなたという、このポジショニングは外さないことなんですね。そうすると彼はどうするかというと、やっぱり何を判断するにしてもあなたの意見を欲しがるんです。何を決めるにしてもね、あなたの考えを一旦聞きたくなる。だから彼も一人でいる時に、何かどうかしようかなと思った時に、あれこの時に彼女だったらどうするかなとか、あれこれ彼女の意見聞いた方がいいかなとかね、もう何かにつけてあなたのことが頭の中から離れなくなっていくんですね。そうすると、まあ、なんだかんだ言いながらね、こう自分に自信がなくなっていき、そして、誰か俺を決めてくれ、誰か俺の行動を決めてくれ、誰か俺の行き先を教えて、あ、彼女だ、彼女に連絡しようみたいなね、ことで、まあ、そこまでね、洗脳されてかさら、そこまで洗脳されないんだけど、まあ、方向づけとしてはね、そういう方向で、あなたに対して頼っていく、そしてそんなあなたを必要としていく、そしてあなたのことを考えるたびにね、やっぱりこう頼りになる、そして、大切な存在、自分にとってなきゃいけない存在、失ってはいけない存在だから、思えば思うほど失ってはいけないんじゃないか、彼女を大事にしなければいけないんじゃないか、やっぱり俺彼女のことは好きだよねということで、ドキドキ感が高まっていくというかね、心落ち着かなくなっていくということになるのではないでしょうか。さあ、そして2番目です。はい、まあこれはね、いつも申し上げてますね、
手に入りそうな女性なんですよね。まあ期待できるというふうに言っていいかもしれませんけど、まあもっと言うと手に入りそうで手に入らない、逆に言うと手に入らなそうで手に入る、付き合おうとしているんだけど付き合ってくれるかどうかわからない、まあね、それは遊びという分野でも構わないのかもしれないけど、こう遊んでほしいなと思っているんだけど遊んでくれるかどうかわからない人のことってやっぱりドキドキするし考えちゃいますよね。なぜならば答えが分かんないから、人は論理的な生き物なんでね、男性も女性もそうなんだけども、答えがないもの、答えが分からないものってね、ちょっとこうほわんほわんほわんとしてて座りが悪いんですよね、心の中でね。だからあなたも経験あると思うんですけど、嫌いなら嫌いって言ってくれればいいのにとか、好きなら好きって言ってくれればいいのに、何考えてるか分かんないから一番不安なんだっていうふうに思うことあるじゃないですか。それ男性もね、女性に対して思うこと同じで、やっぱりこうはっきりよく分かんないから、ちょっと俺はどうすればいいのかな、いや何考えてるか分かんないな、でも声かけてもいいのかな、いやでもちょっと嫌われてるかもしれないな、いやどうしようっていうことで、まあ、ドキドキしていくんですよね。はっきりと、まあ、いつ声かけてもねこっち来てくれるとか、もう声かけても絶対シャッター閉まっていて店の中絶対入れてくれないとかね、それだったらもう考える余地がないじゃないですか。もう完全に無理とかね、完全に OK ということであれば、まあその合間ですよね。だから、まあ、あなたと彼との距離感にもよると思うんだけども、はっきり言うとね、イエス、はっきりとしたノーということではなくて、その中ぶらりんな状態というのを、まあ、うまく作ってあげると、まあ、彼は自動的にね、あなたのことを考えるだけで、まあ、ドキドキすると。もちろんその大前提として彼があなたにある程度の好意を持ってるとかね、あなたも彼に対してある程度の好意を持ってるっていうその前提がないと話にならないんだけど、まあ、お互いそういう前提があるならば多少ね、答えを曖昧にしておいた方が彼の気持ちを揺さぶったりとか、彼の気持ちをより高めてあなたの方に向かせていく上では有効だったりもするんで、ただまあこれもね、小手先が過ぎるといえば過ぎるんで、あんまりやりすぎるとね、嫌われるし、あんまりこうじらしているようだとうんざりされてどっかに行かれてしまうという懸念もあるんでね、まあそこは使い方要注意ということです。さあそして3番目ですね、はい、心配になってしまう女性というかね、まあちょっとこう弱みを見せてくる人とか、まあちょっとこう泣くっていうのも良くないかもしれないが、まあ見た目上泣くというかね、こう泣いてるような状態を男性に見せてあげると、まあ男の人ってね、いろんな考え方はあると思うけど、最後の最後はでもやっぱり女の人の涙には弱かったりとかね、やっぱりこう力のない人とか、まあ自分を頼りにしてくれそうな人に力を貸したい生き物なんでね、それは単純にこう優しさでもあるんだけども、一方ではそういう人に力になることによって自分自身がマウントを取れる、それによって自分自身の自尊心が満たされるという自分自身のためでもあったりするから、だからやっぱりこう弱い人とか、自分に助けを求めてくれる人のことはやっぱりちょっと放っておけなかったりとかね、考えちゃったりするんですよね。あれ彼女大丈夫かなと、あれなんか彼女あそこでなんかいろいろ困ってたみたいだけどどうしてるかなとかね、まあ、やっぱりついつい考えちゃう。だから、なんで俺こんなに彼女のこと考えるのかな、やっぱ俺好きかな、やっぱり彼女は俺がいなきゃダメかもしれないし俺がいた方がいいかなとかね、よくわかんないことを勝手に解釈して、あなたのことを、まあ、あなたに対する思いが募っていくんですよね。そして、だん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 好きになっていく。もちろんそれが単純にね、こう依存とか、ただただあなたの方から、まあ女性の方から、まあこれ男女逆にしてもそうなんだけど、あなたがいないとダメみたいなことでの、こう依存として乗っかってこられると、あ、ちょっとっていうふうにね、まあそれは男も女も思うところがあるんでしょうけど、ただね、やっぱりこう自分で頑張っていながらも、ちょっと力を及ばないところで、まあがっくりきてね、悔しい思いをして涙を流していたりとか、まああと一歩というところでね、誰かの力があればそこを乗り越えられるのにというところで困り果ててる人がいて、自分に助力を求められたのならば、よしじゃあちょっと頑張る、俺も力になっちゃうかなみたいな風に、まあ、思うことがあったりするんでね、だからまあ強いあなたでいることはすごく大事だし、自分の道をね、自分の足でしっかり歩いていく、これは大前提ではあるんだけど、まあ、時折弱い自分を見せてあげたりとか、まあ泣くっていうのもね、さっきみたいに、まあ度合いの問題ではあるんだが、まあ辛くてしんどいなっていう時には、まあ彼の前でそういう弱みを見せることによって、彼自身がね、彼自身のためにもあなたを助けたくなる、あなたのために人肌脱ぎたくなる、結果あなたのことを好きになるし、四六時中ね、やっぱりあなたのことが心から離れていかなくなっていくということです。さあそして4番目ですね、はい、感情の共有体験ができる女性のことは
男性は忘れないというか、まあ思い出しちゃいますよね。人の記憶ってね、これもあなたも考えてみると分かるんですけど、その多くは感情に紐づいてるんですよね。何が起こったかというよりは、そこでどんな思いをしたかっていうことの方が、楽しかった思い出とか、悲しかった思い出とか、辛かった思い出とかね、感情が必ずそこに伴うんですよね。逆に言うと、感情の伴っていない経験って、まあ事実としてそういうことがあったよねということでうっすら覚えているかもしれないけども、ね、まあ好きな人と別れましたとか、まあ買ったばっかりのお車ぶつけてね、すごく悔しい思いをしましたとか、まあ仕事ですごい怒られてへこみましたとか、そういう感情の伴う経験の方が記憶には残っているじゃないですか。同じようにやっぱり彼との関わりの中で、そこにまあ笑いがあったりとかね、時に怒りがあったり、まあ悲しいことがあったりとか、何かしら感情を共有できる経験っていうのを積み重ねておくと、まあ、彼の記憶にあなたのことが残りやすい。そして彼も何かあるたびにね、自分が悲しい思いをしたり辛い思いをした時に、あれこういう経験って前にもしたよな、あ彼女のことだとかね、また何かねこう楽しい思いした時には、こういう体験って過去にもあったよな、ああの子だとかね、とにかくあなたのことを思い出して、あやっぱりあなたとあの人と一緒にいてよかったよな、あやっぱり彼女のこといいな、あやっぱりああいう経験できる人って俺好きだな、ということであなたのことを思い出し、そしてまた同じような経験や体験をねしたくなっていくんですね。だからできればね、まあ、悲しい経験は悲しい経験、辛い経験は辛い経験であってもいいんだけど、それがありすぎるとかなりの彼の心の中にはネガティブな思い出しか残っていかなくなっていくので、まあ、極力ねこうお互いが笑っていられるような経験、彼と一緒にいる時にはね、極力楽しい思い出作りができるような関係を作っておいてあげていただくと、まあ、それはもう男も女も逆なんですけど、逆にしても同じなんですけどね、あなたも、ね、嫌な思い出の男よりもやっぱりいい思い出の男の方がまたね会いたいなって思ったりするじゃないですか。まあ、そういう経験をねあなたも作ってあげると、彼の方から忘れられないというか、まあ、いつあなたのことを思い出しても楽しいし、楽しいことがあった時にあなたのことも思い出す、そしてそのたびにあなたのことを好きになる、まあ、いつも言ってるんですけどね、やっぱりこういういい記憶っていうのは必ず、まあ、二人の、心の中に残っていくし、またその記憶の積み重ねがね、あなたたちの未来につながっていくことにもなっていったりするので、まあ、一緒にいる間はね、楽しくいた方がいいよねと。まあ、そんなお話もね、こういう動画の中でさせていただきました。だからこそ、あなたは彼の言いなりになるし、あなたをずっとね、追いかけていくことになるので、こちらに画像が出てね、こちらにリンクが出てるので、まあ、こちらも参考にしてみてください。さあ、そして5番目です。はい、これは、まあ、小手先ですね。はい、宿題をね、与えられる女性のことは考える、考えるというか、まあ、考えるたんびにちょっと心やきもきしたりとか、まあ、それをプレッシャーに感じたりとか、まあ、ドキドキしたりすることがあったりしますよね。まあ、例えばですよ、例えばそうね、まあ、次回までに、まあ、私にこういう料理をね作れるようになって、こういう料理を食べさせてっていうふうに言われると、じゃあその次回までにやっぱりあなたがね、それを食べて喜んでくれるかどうかってことを一生懸命考えたりするわけじゃないですか。そしてそれができるようになった時に、あこれができた時に彼女は喜んでくれるんだろうなっていうふうに常にやっぱり考えたりするから、それをやりながら、その間あなたと次会うまでの期間の中であなたのことを思いドキドキしたりするわけですよね。まあ、次会うまでに来シーズンのね J リーグの1位から18位までの全順位予想してきてとか言われたら、まあね今年のチームデータ引っ張ってきてね、来年の戦力予想とかしながら、いやでも彼女はどういうふうに考えるかな、いやちょっと来年は川崎はどうなんだ、そろそろちょっといっぱいいっぱいじゃないかとかね、こういろいろ考えながら、それでもあなたのことが頭の中から離れていかないんですよね。そして、あなたがどう思うだろうか、そして会った時にそれを見て喜んでくれるだろうか、そろそろね彼女と会う期限が迫ってきた、やばいぞちょっといろいろ考えなきゃいけないぞとかね、もう常にあなたのことは中心で、彼は日常のことを考えるようになっていくんですよね。そしてそこには必ずね、やっぱりあなたがどういうレスポンスするかっていうのが大前提としてあるから、そのレスポンスを考えるたびにこう不安になったり心配になったりドキドキしたり楽しみになったりして、気づいた時にはあなたのところから気持ちがね離れられなくなっていくということで、まあできればね、まあこれは男性も女性もそうなんだが、まあまたね次回また会えばいいよねっていうことでさよならっていうことじゃなくてね、まあ次回会うまでにこういうことをやっとこうね、次はこういうことを考えとこうねというようなお互い宿題をね出し合って、宿題っていうとなんか重く苦しい
キーワードな感じもしますけど、宿題じゃないにしても何かしらね、こうテーマというか、次回までにこういうことができてればいいよね、また次回までにこういうことを調べてきたりするといいよねみたいな形でお別れをしておいて、それを持ち寄った話ができるような状態を作っておくと、その間、2人の間、会っていない間にね、より愛情っていうのが深まっていくし、彼はあなたにますます、虜になっていくということになるのではないでしょうか。さあ、そして6番目です。まあ、これはもう理屈を超えた問題で、ある意味しょうがないといえばしょうがないんだが、はい、五感をね、やっぱりこう刺激してくれる人のことっていうのは、どうしても男性は、まあ、これ女性もそうなんですけど、記憶の中から離れていかないというか、その人のことを思い出すだけで、まあ、ちょっとね、いろいろ思うところがある。まあ、人間はね、いくら理性があるとはいえ、生き物であって、その生き物であるという流れの中からね、これは抗うことはできないんですね。本能的に感じるものってあるじゃないですか。五感、例えば嗅覚、匂いですね。例えば、視覚、まあ、目に入るもの、例えば触覚、肌でね、触ったものとかね、まあ、聴覚、まあ、彼の声とか、そういったところからね、なんとなくこう、あ、この人いいなって思うことってあったりしますよね。一般的にいいって言われてるか悪いって言われてるか、また別にして、またあなたが好きか嫌いかっていう話も別にして、あ、なんかこの人の声ってすごく心に響くよねとか、あ、なんかこの人の匂いってすごく落ち着くよねっていうのは、これはもう個人差があるんでね、どんな声が良くてどんな匂いがいいかっていうのは、これも全く違うから一概には言えないんだけど、でもそういう五感を通じて刺激される何かっていうのは必ずあってね、その時に、あ、この人と一緒にいるとなんかね、すごくこう体重ねたりした時もそうだし、まあ、それこそ、ね、一緒にいた時にこう感じる匂い、それが無臭だったとしても何かね、こう匂いとして感じ取れる何かみたいなものっていうのは、あ、なんかすごく落ち着くな、そしてそういう五感にね、与えられた刺激っていうのは、さっきの記憶っていうところに紐づいていくので、やっぱり彼女と一緒にいるとすごくいいよね、あの人と一緒にいた時にはすごく心穏やかになるし落ち着くよね、彼女の声を聞くとなぜだか心が安らぐよね。いや、理由はないんですよ。本当にね、理由はないんだけど、まあ、なんとなくそう感じるお相手。だからまあ、これはね、もう本当今言ったように、何をすればとかどうすればということじゃなくて、それこそ本当にね、ご縁とか、いう話なのかもしれないし、まあ、いわゆるこう、ね、それがツインソウルというものなのかもわからんけどね、まあ、こういうお話もしましたよね。ツインソウルがどうのみたいな話もね、こういうところで感じる何かっていうのがひょっとしたら、あるのかもしれません。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先が出てるんでね、まあ、この辺りの話を見ていただきたいんだけど、だからまあ、これはね、あなたが何をどうすればとか、彼が何をどうすればということじゃないんだけど、まあ、そういうこともあるし、まあ、男性もね、そういうことから、まあ、あの人のことを忘れられないなとか、あの人のこと好きだな、まあ、傍から見たらね、なんで彼はあの人好きなのかなとかね、まあ、彼女はなんであの男の人にそんなに惹かれてるのかなって、本人たちもよく分かってないけど、なんとなく惹かれてしまうような関係ってあったりするじゃないですか。まあ、総じてね、こういう五感を通じてのこう刺激の与え合いということだったりもするので、まあ、そういうところもね、考えてみてもいいのかなと思います。さあ、ということで、ざざっと6項目をご紹介を差し上げました。まあ、1番目から5番目まではね、割とコミュニケーションの取り方というところで、埋められることもある。まあ、6番目に関してはね、どちらかというと本当ご縁とか、まあね、目に見えない何かっていうところにはなるんでしょうけど、ただこの1番目から5番目に関してはね、多少ちょっとしたね、こう意識をしてあげていただくだけで、まあ、彼の気持ちに揺さぶりをかけて、そして、彼にあなたのことを考えてもらうようなきっかけをね、作ってあげることができる。まあ、なんでね、そこまでしてやんなきゃいけないんだっていう気がしなくもないけども、まあ、ただお互いがね、お互いに対してやっぱりポジティブな、まあ、印象を持ってもらうためにもね、これはまあ男性も女性もそうだと思うんですけど、まあ、そのために自分ができることなのであればね、まあ、こういう工夫をちょっと加えてあげていただいて、そして、その間会ってない間にね、彼があなたのことを考えてくれるようになり、そして、まあ、できれば男性もね、こういう気遣いを女性にしてあげていただいて、まあ、女性がね、男性のことを考えてくれるようになって、お互いの関係が深まっていけば、まあ、それが一番いいのかなというようなところでしょうか。現場からは以上です。